とても丁寧に歌いました。だけどちょっと動きがないね、だからもうちょっとテンポ上げて、先生ね、上げてあげて、そして、ラララ、春が来た来たって、本当に来てるの、今、秋だし、冬が来るんだけどね、イメージ、イメージしてね、春が来るんだよって、どんな気持ちですか、下向きたいんですか、違うよね、上を向け、春が来た、なるべくこれを見ないでも、来たんだよっていうことが伝えられると、とてもいいかなってね、思いますね。そして、1番からいくと、あの花から買わないとダメなのよ。隣の花売り屋さんダメなの。あの花売り屋さんじゃなくて、そこが大事でしょ。だからあのっていう言葉を意識してください。よろしいですかね。そして可愛い人、まあそこら辺はまあ可愛いかどうかわかんないから、まあそういうことで、もう一つ大事なところは春の夢ね、ここは大事じゃないね。2番目は今度は青い野菜市場に行ったんですよね。でほら、あの買い物カゴをかけ持ってるあの新妻、これちょっと目をちょっとだけくらました。皆さんは、ね、男性があの新妻を見ている、その感覚大事でしょ。さあ、どれだけ上手になるかな、お願いします、はい。